頑張れ、いや、私が言ってもダメじゃん。待て。はい。みんな見えてますか？みんな見えてますか？みわちゃんいるなら聞いてみたら、みわちゃみんに。わちゃん、どうかな？はるも。はるはる、久しぶり。元気？仕事頑張ってね待ってね、待ってー。ね。これで、やっぱりなんかね、パソコンの調子がだんだんおかしくなっている。あれ、今新しいパソコンかな。皆さん、この私のボトルキープとかが全然見えてなかったですか？あ、見えてる？見えてる？あれ？ちょい待ち。最初から見えてなかった。見えてる。瞳が消えた。私切れた？こっちの問題かも。あれ、瞳の顔が消えちゃった。この声って、今度は瞳の顔が消えちゃった。マジで？わかった。待てよ。あ、見えた大見え丈た夫？見えた見え見えた。た？でしょ？見えた。ちょっと私の顔はじゃあ一回オフでダブルになるから。あ、でも見えた方がいいいね。え。これでいく。これで見いい。えて。今見せ、あ、こんにゃくは島津さんいらっしゃい。あれ？見えてるのね。あ、出てきた、こんばんは。あ、見えました。あ、はるはる、あ、分かった分かった。瞳の顔が今まで見えてなかった。あ、見せてなかったんです。見せてなかったんですよ。今までは見せてなかったんです。申し訳ない。謝るんかい。もう乾杯、もう乾いや、杯。今日は乾広島のゆきちゃんにいただいた日本酒をね、あとはずっとカフェオレを飲もうと思いますけど。見えて、元気そうだ、そうです。じゃあもう早速いきましょう。今日のテーマはですね、難病と命、そしてっていうね、その重いタイトルに似つかわしくない、重いタイトルに似つかわしくないとか言うのが、やっぱりちょっと差別だよね。ごめんなさい、今の不適切な発言でしたけど、私、そう、思い込みってダメよね。なんかさ、ほら、難病の人、もうちょっと辛そうに見えると思ってる時点で差別じゃん、逆差別じゃん。今のは私怒った方がいいよ、瞳。バーカバーカ 出た、出た、すごい幼稚な罵声をいただきました。ありがとうございます。いや、でもね、みんな重いテーマなんじゃないかと思っていらっしゃるかもしれませんが、私が彼女を妹に選んだ理由はですね、底抜けに明るい難病の人だからです。そうです。嘘よ、それはジョークだけど、でもね、いっぱい瞳からは私は今まで学ばせてもらってきましたいが、やいやいそや、のないです。私だけがね、聞いてるのは、あすかちゃんもこんばんは、ありがとね。音量がちょっと低い千春さん側。あ、じゃあ私がもうちょっと、あ、いいのいいの、あなたに問題はアなスくカちゃんて。来てる？うん、あすかちゃん来てくれました。アスカちゃん、はじめまして。そうね。アホですけ大野くん、ど。ありがとう。宮川さんも来てくれてる。私の声は皆さんどうですか？これで聞こえますごめんか？なさい、自分見えてないから、うん。これでどうあとか？千春さんの声だけに従う。ありがとうございます。グレコさんが来てる？来てないかな？グレコさん、グレコあ、さいん？ないいないわ。ちょっと待って、宮川さんいや、か。待って、おかしいだちろ。ょっと待って、来宮て川ないさのん。に言うなよ。いや違うの、一瞬名前が見えた気がしたの。最近もうほら、目がくさくすくすさかすむあれから。だな、あれ、宮老川？眼。あったあった、宮川さんおった。宮川さんいらっしゃい。ですね。そうか、あすかちゃん、じゃあゆっくりまた話そうね。今日は今からね、ひとみちゃんの話を聞きます。今日ありがはとうございま命にす。ついて話していこうと思うけど、まずひとみの病気は、この SLE、エリテマトーデスって何？っていう、まあ、詳しいことお医者さんじゃないから話せないと思うので、ひとみさんが経験した、まあ、いつ発症されてとか、あとバセドウ病も、あると思うんですけど、どちらからでもいいんですけど、教えていただけないでしょうか。一番初めは多分一番分かりやすいのはバセドウ病だよね。絢香さんとかさ、歌手の人もなってるじゃん。なってるじゃん。彩香さんなっでてるなっても、る。そう、運動がね、きついよ。結局ホルモンだから、
る人にしては小学校2年生でもなる子はいる。あの実際いつなったの、ひとみはバセドウ病は。私は16か16か、うん、それで入院をしたん。した。どれくらい。入院自体は1年くらいかな。16歳の時に。うん、そうか。でそのじゃあバセドウ病からエリテマトーデスを発症するの、それともまた同じ時期に後で分かったっけ。ここね、めちゃくちゃ分かりやすいところだから、うん、分かりにくいところだから、うんうん、ものすごく詳しく話すんで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの、うん、甲状腺バセドウ病っていうのは基本的に膠原病というものにくくられる。膠原病、うん、そう、膠原病っていうのは基本的にいろんな病気があるんですよ。うんうんうん。その中の一つに難病があったっていうことなんですよ。ああ、わかるかな。だからバセドウ病とかに含まれる膠原病いっぱい種類がある中のこの SLE エリテマトーデスっていうのが国が指定する難病だったってこと。そういうこと。具体的にはその、ごめんなさい、どうぞどうぞ。いよいよ、その通り。あ、いや聞きたいだけ。もう一回言って、今言おうと思ったのもう一回言って。ほらこの顔見て、お前どんだけ飲んだよ、妹よ。あの、具体的にはどうなるの？どういう症状が起こるの？まあバセドウ病は一番は、うんうん、まず、まあ、本当にある人ならば分かってもらいたいのが、うんうん、心拍数の増加、うんうんうん、だるさ、うん、熱、この3つがもし万が一あったなら、うんうんうん、一度でもいいから病院に通ってもらいたい。私はもう一回言って、その3つをもう一回言って。まず1個、うん、はい、熱、うん、うん、2個目、うんうん、だるさ、だるさ、うん、3個目、うん、基本的にきつい。ちょっと待って、ごめんなさい、今コロナとの違いがそんなにわからない。笑うとこじゃないけど。いや、めっちゃ笑ってもらってもいいんだけど、ほんとね、ほんときついよ。まあそりゃそうだね。きつさのレベルが違うんだよね。なんかちょっと違うなとかのレベルじゃなくって、なんか頭痛がするとかね、もう起き上がれないの。起き上がれない。まあそれはそうよね、だから入院するのもね、うん、まあ、運動とかも私高校の時だったので発症したのが、うん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 、運動部だったんだよね、うんうん、新体操部で、うん、似合いそう。リボンとかタッチのみなみちゃんみたいなハイレグみたいな、あのおけつがプリッ、おけつがプリッとする水着と、いやだ似合う。ごめんなさい、そういうやつ今欲しくないんでちょっとやめてもらっていいですか。で新体操やった時にまず走れない、うん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 、苦しい、うんうんうん、そして周りから、うん、やたらと体力落ちてないって言われたの、一番初めが。で熱も下がらないし、うん、なんかおかしいなって思ったのは始まりか。それからさ、運動機能がまず落ちるって言ったけど、うん、その車椅子生活を1年したのはやっぱりこう歩くことがかなり難しかったってこと？私の場合は、うん、これは正直人それぞれだと思う、うん、ね、うんうんうん、だから私の症状だけで言うのであれば、うんうんうん、車椅子になってしまったっていうだけの話であって、うんうん、全員が全員そういう風になるわけではないし、このバセドウ病とかってかエリテマトーデスの症状でそうなるっていうわけではないってことね。ない。うーん、だそれだけは言える。うん、本当に悲観しないでもらいたいんですけど、うんうんうん、病気の人がイコール不幸とかそういうわけではなくて、うんうんうん、病気の人イコール、まあ、確かに動けなくなりましたけど、うんうんうん、それが病気のせいかどうかっていうのは正直なところわからない部分もあるじゃんっていうくらいの思いでいてもらいたいなっていう気持ちも正直あります。う
そうか、まあそりゃそうだね、そう、先ほどのそうじゃないけどが、じゃあ、まあ、直ちゃんの時もそうだけど、引きこもりって思ったらみんなすごい暗いトーンの人が出るかと思ったら、やけにテンション高い彼女が出るとみんなちょっと戸惑うみたいな。あ、確かに。だから思い込みはあるよね。だから今ひとみさんが言ってくれたように、まあ後でも、あ、待って、覚えてもいいけど、あともう一個さ、私が思うのは、先週ちょっと先々週か、えっちゃん訪問介護をしてたえっちゃんと話したけど、例えばその、まあ、障害者が介護に行くとね、重度障害者の方が全く性欲がないと思うことも、うん、とか、なんかこう、なんて、美しいものっていう、もうこれもまた間違って、言葉がちょっとわからないんだけど、思い込むことに私は多分間違いがあるなってすごく思ってて、まあ、その介助に行かせてもらってた桜井さんと仲良くなれて、今でも一番覚えてるのが、桜井さんが庭でさ、バジル育ててたのよ。うん、で、私まだそういう介助っていうのが初めてだったし、手足の不自由とかだけじゃなく、桜井さんはその言語障害っていうのもあって、最初聞き取れるまですごく時間がかかったんだけど、まあ、何回か言ってるうちに全然聞き取れるんだったね、桜井さんの言いたいことが。で、だけどまあゆっくり会話するんだけど、バジル育ててて、一生懸命そのバジルのお世話とかするのも介助の一つだったの。で、すごくわかる。で、お散歩に行ってる時、その方が住んでる駅の前にブワーってこうバジルが生えてたの。見て見て桜井さん、めっちゃバジルあるよって言ったら、盗めましょうって言ったの。だけど最初聞き取れないわけよ、全然聞き取れなかったので、聞き取れないというか本来は聞き取れるんだけど、あ、私の耳がおかしいと思ったわけで、えって言ったら、盗みましょうって言われてあれ、やっぱおかしいと思って、盗むとかそんな、なんかこう悪いことを言うはずがないと思ってるわけ、勝手にね。めっちゃ好き、そういうの。そしたらえって言ったら、だから全部盗みましょうみたいに言われて、あ、今盗むって言ったんだと思って、いや、それありえねえしって言ってなんか桜井さんすごい笑ってて、本当にごめんなさいって、今やっぱ自分の中にあるんだなって、その思い込みがすごい自分の中にあるんだなって。で、それはそれ例え話で、やっぱりその、介護士さんとかでもね、うちのイーチフィーリングのメンバーでもすごい長く介護士をしてた子がいたんだけど、ちょっと元気、まあ、いろいろあって辞めたんだけど、いろいろあって辞めた理由が、そのおじいちゃんおばあちゃんで、認知症が、暴力性が出る認知症の方もいて、ボコボコに、まあ、殴られたりとかね、青タン作ったりとかすることがあって、でも世の中では介護士さんの方がおじいちゃんおばあちゃんを虐待するっていうニュースはあるんだけど、逆にその暴力性の認知症のおじいちゃんおばあちゃんが介護士さんたちを、まあ、殴ったりしたり、まあ、例えばもっとそれこそチンコをきれいに洗えとか、それは本当にね、まあきれいに洗った方がいいんだけど、そういうのとか、なんかこうどこからがセクハラで、どこからはこの解除でとか、まあもう結局人によるんだけど、結局やってみると人によるっていうことがすっごくよくわかるんだけれども、話がとっても長くなったけれども、そのあるよね、その難病の人は大変だって思っている考えが、そもそも私が持っているっていうことがもう違うんだっていうのを、まあまあ、例えば瞳から私は学ぶわけよね。いや、学ばなくていいって言っていい、もう泥酔するまで飲むじゃんだってまあそう、そう、そうですよね。それは妹だから。いや違うよで、まあそうだけどね、でも妹だからな。ところがさ、ある日突然バセドウ病の影響でこう視力、聴力、視力でね、目が全く見えなくなっちゃって、うん、お仕事休まなきゃいけなくなる時もあるじゃん。それは、ごめんなさい、この症状として全く聴覚、視覚が見えなくなったのはバセドウ病の影響？基本的にはバセドウ病の影響だよね。だけど甲状腺って基本的に、うんうん、いわゆる膠原病という中の一個であって、いまだに分からない病気なんて100万通りあるなんて。そうね、その100万通りある中の病気の中で、うん、じゃあこれって断定するのってものすごく難しいことで、うん、先生も、うんうん、個人的には先生は本当によくやってくれてると思ってるし、うん、先生を何だろう、うん、否定するとか、うん、いやこの先生もっとやれたでしょっていうことの方が私的には、いや違うよね、うん、だって
先生だって誠心誠意頑張ってくれてる人もいるでしょっていう正直気持ちもある。だけど確かにいい先生に会うか、そうじゃない先生に会うかってじゃあどこで違うのって言われたら、それはまあ正直運的なものもあるから、私はとても運が良かったのなって、言い方悪いけど確かにいっぱい、まあ手術も受けて、放射線治療3回受けて、さらに入院してさ、それでも無理だったけど、でもまあ言ってしまえば、じゃあ病院の先生が悪いのってなった時に、私は病院の先生が悪いとは絶対に言えない。それはどこから来るんだろう。例えばさ、瞳から悲観することをあまり私は聞いた覚えがないんだけど、ないかもしれないね、目が見えないみたいなさ、その LINE ですらなんか、電話なんかいつ話してもその調子でしょ。それはさ、どこから来るんだろう、その死生観みたいな。例えばだけど、今私はエリテマトーデスになりました、で病気の時になった瞬間に先生からまず一番初めにやられるのが内臓を提供してください。内臓を提供することによって約10年後誰かの役に立ちます。だからあなたの内臓を死んだ時に全てください、それは契約ですと言われて、一番初めに名前を書かされたことが、あ、そういうことなんだなっていう自分の考えと、自分の体がそれによって役に立つんだっていう、こう相反する何か、自分は生きたいし、正直行きたいし、まあクソだって言われても行きたいし、じゃあ死にたいか行きたいかって言われたらどっち選びます？死にと行きたいですけど。ゆきちゃんがね、検体って来てる。検体で合ってる？検体やってます。あ、検体をもうやるんだ。もうやってる。もうやってます。何を取ったの？唾液とか？もう唾液もやってますし、あと、変な話だけど唾液腺他の、を全部取って、唾液腺がちゃんと大丈夫かどうかとかも調べますし、心臓がどうなのかとかも全部調べますし、本当にゆきさんの言う通りで、あの難病って知らない人が多いすぎる、分からないし、みんな言いたがらない、だって難病って言ったらだってみんなね引いちゃうので、なおさんみたいに聞いてくれる人の方は私はありがたいので、なおさんありがとう。あの今のは聞いたのはゆきさんだけどね、ゆきちゃん聞いてくれた。あ、ゆきさんか。ごめん、ゆきちゃんごめんなさい。ありがとうございます。いいのいいの、もう君酔ってるから。それでごめんね、ちょっとごめんね。あすかちゃんそれで分かった、あの電話で話そうじゃ。で、あの大野くんが言ってくれたように、今日はね、みんなでも話したいことがあって、あすかちゃんの気持ちは全部分かってるけど、今番組中だからちょっと待とう。大野くんありがとう。そして、そして鎌田さんもありがとう。カズリンさんもありがとう。まあみんなね、カズリン大丈夫？絶賛体重減少中だって。よし、餃子、牛肉 100% の餃子を送ろう。あ、ゆみちゃんいらっしゃい。こんばん、ゆみちゃん来てくれました。広島のゆみちゃんです。ゆみちゃんゆみさん、ゆみちゃん、ごめんね、こんな番組で。いや、勉強になるよ。じゃあさ、ちょっと聞きたいんだけれども、あのさ、まあ、これも多分すごく乱暴なんだけれども、同じ難病って言ってもさ、さっき言ったように膠原病がいっぱいあるよっていうように、あの単に国が指定した難病の一つで、難病の人って一括りにするととっても乱暴だから、あの、そんなことを言わないし、まあ、例えば今までケビンが
ゲストで出た時、この人は香港人の一人の意見です、これが香港人、香港全部の意見ではありませんって言ったように、難病の人を代表してひとみさんに話を伺っているのではないということは、私もそして視聴者の方も理解しているんですけど、ひとみに聞きたいのは、例えばその ALS ね、筋萎縮性側索硬化症で、まあ、食卓殺人があったじゃん。じゃあ例えば、うん、まあ、あなたはこう前向きに生きてるけれども、うん、そういったこう、病気になったことによって例えば運動機能を奪われたって、でもでそのことによってこう悲観的になって死んでしまいたいっていう気持ちは分かる、分からない、分かる、それは分かる。どういったところで、うん、自分がやっぱり車椅子になってしまったから、うん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 、その時に私は多分いい看護婦さんであり、うん、いい医師に恵まれたから、うん、例えば裸さんになった時に、うんうん、男の看護師さんは、うん、かわいそうだろうって病院から言われて、うんうん、女性の看護師さんしかつけてもらえなかったね。でもそれってものすごくありがたいことで、うんうん、変な話だけど私のこの体でさえ、うんうん、看護女の看護師さんあと4人必要なんですよ。ああそう、うんうん、例えばそれが男の看護師さんだったら2人で全然余裕なんですよ。ああそんなの考えたこともなかった、貴重だ。うん、うん、それでそうなの、うん、ただ裸になった時に、うん、じゃあそれを運ぶ時にどうなの、うんっていうことを病院で話してくれて、うん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 、女の人4人を使ってでも、うん、若い女の子はちゃんとやるべきだ、まあ、ちゃんとって言ったら失礼だな、裸を見せるっていうものに対して病院はちゃんとするべきだっていう考えと、2人の男にただ単に見せるだけであれば問題ないでしょっていう考えと、じゃああなたはどっち、うんうんうん、って言われた時に、うん、私は答えられなかった。どっちでもいいと思ったから。ああそうか、うんうんうん、あくまでも面倒を見てもらえる立場だからどっちでもいいって思ったんですけど、結果女性4人の方が志願してくれたんですよ、うん、へものすごくありがたい話で、うんうんうん、お風呂で真っ裸になるのに、うん、男の人に見せるなんてっていうことを言ってくれた看護師さんに、うんうん、私は本当にお礼が言いたいですし、まあ動けないから、うん、変な話ですけど1人2人じゃ無理なんですよ、うん、女の体でも、うんうんうん、そうなった時に、うん、本当であれば男の人がいた方が運びやすいというのも、うん、もちろん知ってるけど、うん、それを押した上で、うん、4人の看護婦さんが、うん、私のために、うんうんうん、いいですよって、うん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 、頑張りますって言ってくれたことの方が、うん、嬉しかった。だから瞳はそういう一つ一つのことをこうありがたいと捉えているし、なんかこうみじめ、くそ本当にみじめな、そう今ね、うん、大丈夫、私の妹だなってみんな思ったから大丈夫、クソクソ言い過ぎるからね、はい、そこはし皆さんごめんなさい、本当に大丈夫よ、大丈夫だけど、その要はみじめな思いをするっていうようなことは、まあ、少ない、全くなかった、うん、うん、とでもそれでもやっぱりそのなんていうの、もう死にたいと、その、うん、何、まあ、なんていうの、その死にたいと思った気持ちは分かるの、今分かる、めちゃくちゃ分かる、うん、めちゃくちゃ分かる。どういうところでそれが分かるの。例えば変な話だけど体が動かないっていうのは、うん、頭で考えてることと、うん、自分の気持ちで違うんですよね、うん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 、例えば、うん、頭で考えてることって、うん、先生から言われた時に、うん、あ、そういうことなんだなって思っちゃうんだよ、うんうんうん、あ、そういう風になるんだなって、うんうんうん、だけど実際自分の身に降りかかった時に、うん、え、これって
っていう気持ちが湧いてくるのも、うん、サクサさんこんばんはそうサクサありがとう。いいよ喋ってて、あんたもう酔っとるけ喋っとる途中で言いたいこと忘れるんだから。いやそうね、いいよ喋っとっていいよ、だって妹だしね。そうね、まあじゃあもう、おい、まあでもそう、うん、そ結局さ、うん、変な話だけど、はい、自分がなんだろう、体が動かなくなる、うん、っていうのは頭では分かってても、うん、心ってついていけない時があるんだよ。そりゃそうだね、そりゃそうだ、そう、うん、頭ではちゃんと理解してるんだよ、もうこれ以上は動かないでしょとか、うんうんうん、これ以上はできないでしょっていうことは分かっていても、うん、心って、うん、それとはまた別なんだよね、うん、だから病気の人が、例えば病気の人が体を動けなくなりました、苦しいです、うん、どうしたらいいのか分かりません、すごく分かるんですよ、うん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 、その通りだと思う、全部がその通り、うん、じゃああなたはどうしてそういう風になれたんですかってよく聞かれるけど、そうそう、私さ死にたいの気持ちは分かるっていうのも初めて聞いた、うん、今まであなたは絶対に自ら命を絶たないというか死なないという発言しかしてこなかったから、死なないと思って、でそこからどうして死なないとあなたはいつも言い切るの？私の場合は同じ病気の人が死んだっていうのが一番なの。ああそれは入院中ってか知り合い、入院中に、うんうん、知り合いの方が、うんうん、昨日まで生きてたのに、うんうんうん、あ急に死んじゃうんだみたいな、うん、目の前で、うん、なんか息がおかしいなとか、うんうんうん、なんか変な感じだなって思った時に、あ人ってこんな感じで簡単に行けちゃうんだなって思った時に、うんうんうん、いやもったいないでしょって思っちゃって、逆にあ私が看取ったのはおばあちゃんだったから、うんうんうん、おばあちゃんはここまで頑張りに頑張ってすごくやった上での結果でしょって、その瞳みたいに放射線治療とかもいろいろされたってことね、もちろんで、それで亡くなられたってことね、うん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 、でしかも私が、うん、なんだろう、うん、挨拶しに行った時にも、うんうん、ものすごく笑顔で、うん、なんだろう、ありがとうっていう、うんうんうん、大丈夫よって笑顔で言ってくれる人が、うんうんうん、亡くなってしまう、うんうん、次の日には、うん、でも、うん、いいよ、次の日に亡くなるから悪いわけでもなくて、うん、どこまでその人がその人なりに生きられたのかっていう方が大事でしょっていうふうに思わせてくれたのもその人で、うん、病気だから生を諦めなくてもいいでしょって、うん、なんで生を諦めるの言われた感じがして、隣にはまあ白血病の方とかいらっしゃるし、うん、まあ斜め前には乳がんの方とかもいらっしゃるし、もうもちろんがんの方ももちろんいっぱいいらっしゃるけど、うん、死ぬって、うんうん、まあ、まあ、とても正直私的には甘美なものであって、うん、甘い蜜なんだよね、うん、その甘い蜜って、うん、求めようと思えばいくらでも求められるものであって、うんうんうん、変な話、うんうん、死のうって本当に思ってる人って、うん、病気であれなんであれ、うん、苦しければものすごく甘いものなんだよね、死ぬって。生の方がよっぽど苦しいでしょ。だってそうね、そうね、そうね。今あすかちゃんが、はい、ひとみさん働かれていますか。もし働かれているのであれば無理をしないようにゆっくり気にしすぎず力の肩の力を抜いてくださいねってコメント。ありがとうあすかさん。嬉しい。そしてひ
広島のリコちゃんいらっしゃい。リコちゃんもね、あのずっと最初から聞いてますって、あのひとみさんの話を聞いてます。リコさんね、ありがとうございます。リコちゃんがどこ行ったか、すいません、こんな話で。いや、なんで、とってもいいよ。あのね、酔ってるのはどうかと思うけど、あの とっても分かる。もう私の妹あのとってもよく分かるよ。そうか、そういうことね。でもそう、もう、あのね、私が最近見た、一番見た記事ですごくこう印象に残ったのが、ALS の患者さんをたくさん取材した方のね、締めくくりね、もうべバーっと、まあ、実際取材して、この人がいた、ああいた、こういたがあったけど、NHK の記事だったんだけど、その人の締めの言葉だけが残ってさ、でたくさんの難病のね、その ALS の患者さんに質問したらね、全員の共通点は、生き切るって言ったんだって。今、あなたがくしくも言ったのよ。あの、生き切ると。だからさ、生き切るって、だからなぜ病気になって生を諦めるの？生き切るんだと、うん、そのどんどん体が動かなくなる、筋力が落ちていく、喉の筋力も落ちるから人工呼吸をつけるためにここ切開する、そのことによって声も失う、まあ、指でも説明できないから、まあ、手話とかも例えば使えないだろうし、そうなるとこの視力だけでどんどん使えるものが、まあ、普通にできることが少なくなったら不自由にはなるが、生き切ると、例えばその放射線治療をするのか、まあ、喉の切開をするのか、あなたが言ったように生き切るって言うんだ、言ったって。それだけ私すごい残ってさ、生き切るかって、生き切るねって、なんかすごくよくわかるんだよね。なんかなんとなくね、やっぱこう身近な人を亡くしたりするからだと思うけど、やりきるとか生き切るとか、まあ私はその当事者じゃないから、別の当事者だからね、自分の体が動かなくなったり自分の体が痛いわけではないから、でもあのすごく共感する、一番分かりやすい、なんか私には響く言葉が生き切るだったんだよね。あ、ニッシーも来た、大阪のニッシーもね、あ、アスカちゃんもずっとずっと聞いてますって。ひとみさん、ありがとう。自分のペースで働けばいいんです。アスカちゃんもまた就職をしようと今頑張ってますからね。あ、本当ですか。そうなんよ、みんな偉い、こん大変な、ね、時でも。リコちゃんあった、リコちゃんを見つけられた。リコさん、ありがとうございます。そんな話に付き合っていただきまして。あ、とんでもないですって、考えることができますって。リコちゃんがこんな話だなんて言わないねってあなたの言葉に本当素敵ね。ニッシーがね、過去にこだわらないようにするのがベストです。ニッシーはね、精神疾患を患ってるんですけど、この間の大阪ライブも来てくれて、本当にいつもニッシーありがとうって思うんだけど大切なお金を使って来てくれてありがとうって思うね。来てくれて、うちの姉がいつもお世話になっておりますニッシーがね、いじめ経験もありましたが今が一番楽しいですって来ました。そう、いじめ経験ってもちろんいっぱいあるんだよ、うん、私も基本的にやっぱり、なんだろう、やっぱり弱い人って小学校とか、まあ、変な話だけどちっちゃい頃から弱いよね、でその弱いものを、じゃあどう補うのっていうので、うちの父母が言ったのは、とりあえず運動か勉強ができればなんとかなるだろうって言って、いろんな運動させてくれたの。それは、できなくてもいいと、聞きかじりでも何でも構わない、たかだか本当に少しの運動でも構わないと。いいお母さんだよね。よくさ、迎え、人見を迎えに来たりとかして会うけど、まあそっくりだけどいいよ、ちっちゃい、ちっちゃい人見みたいな。違う、チッチの方に私似てるからそうか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 、チッチに似てるんだ。でもお母さんも似てるよ、小さい瞳だと思ってる。うん、あ、まあそうだね、あれは、もう飲まないで言うてね、もうね47分になってしまったんで、あのそろそろあのイケメンのかけらバンクに変わろうと思いますけど、でさ、コメントで参加してくれる、あのね、よかったら遡って、すごくね瞳にコメントくださってるんですけど、私拾いきれてなくて、で、あなた今私と携帯でつながることによって
見られてなかったと思うんで、見られてない、あのみんなのコメントにも答えてほしいし、でこの後もね、あの今の瞳の話を受けてかけらバンクの桜井元也さんとちょっとお話しさせてもらうので、そのことについても何か感じることがあればコメントいただければと思います。本当にありがたいです。皆様本当ありがとうございます。あのこの後はもう好きなだけ飲んでいいから、なぜなら今日あなたは生まれてきてくれてありがとう、ハッピーバースデーだから。じゃあね、はい、ということで、そこ抜けにハッピーバースデー言って、みんな言うとるわ、みんな言ってくれてる。ひとみちゃん誕生日おめでとうってみわちゃんも言ってます。ありがとうございます。じゃあね、ひとみまた後で連絡するね。またね、うん、飲みすぎるなよ。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。バチということで、元谷さん電話をください。元谷さん電話をくだせ。あ、これが出てた。あ、これじゃない。もう一体何が出て何が出ちゃいけないのかがわからない。これが。これ出んだ。あ、メリさんこんばんは。仕事中。そっか。あ、休憩時間にチラリか。あ、千春さん今日はマイクの調子が良くないですね。画面に近づくと。あ、本当に？あ、電話来た。さあ、元谷さん、元谷くん、あれ、私の調子が悪いんか今日は。これでどう、みんな聞こえる？あれ、通話が終了しとる。リダイヤルしてみよう。あ、出た、元谷さん。もしもーし。もしもーし。大丈夫かな、みんな見えてる、彼が。彼が見えてるかな。見えてるかな。ちょっと待ってよ。はい。あ、これで、これで出た。うん。出た。イケメン、今日も。みんな声はどうかな、ごめんなさい。声聞こえにくかった。うん、ちっちゃかった。あ、声が小さい。今はどうだろう。うん、みんなどうかな、私の声聞こえますか。どうやろう、ちょっと待って、僕の声も聞こえてますでしょうか、皆さん。元谷くん、そうか、何が問題だ、ちょっと待ってよ。うん、これで元谷くんの声はかなり、あ、桜、あ、出た出た、みんな見えました。はい、かけらバンクの元谷さんです。いらっしゃい、改めて、こんばんは。みんなが、あ、見えた、聞かれた、お久しぶり、お久しぶりって言ってくれてますね。うん、ちょっと聞こえにくかったかもしれませんけど、いろいろお話をしてきましたが、うん、はい、元谷くん、かけらバンクの元谷さん、イケメンでギターが良くて歌が上手でみたいな情報あると思うんですけど、まあ私が一番結局元谷さんとお互いね、共鳴しているところっていうのは、お互いこう早くにまた家族を亡くしているっていうところもあると思うんだけれども、うんうん、まあ元谷さんは今の、例えばこの今日のテーマ、うん、まあ、難病と命ってしってますが、まあ、命について元谷さんとかどう思われますか。うんうん、ね、ちょうど、うん、あの8月6日9日がね、うんうん、今週あって、うんうんうん、で、まあ、日本全体がね、命について考える1年で一番大切な1週間かなと思うので、はい、まあ、終戦記念日もあるので、はい、まあ、お盆もあっていろんなことを日本人が全体的に感じる時期だと思うんやけども、まあ、ひとみさんの話もね、ずっと聞かせていただいて、うんうんうん、明るいでしょ、底抜けに、ね、底抜けに明るい酔っ払いなのよ、もう問題はそこなんですよ。あの甘美というフレーズがすごくびっくりして、ああ、ね、うん、死とは甘美である、生とは苦しみである、うん、そこがね、すごいぐさっときて、へ、まあ、うん、わかるね。だってさ、ね、私は生きてるって曲で、生きるの、生まれてこなければよかった、生きるのは苦しいって、こう底抜けに明るい私が歌うとね、たまに、うん、あんな暗い曲ばっかり歌わなくて面白い曲歌いなさいとか、うん、言われるんだけど、私すごい、うん、本当の私の中では本当の歌なんだけどなって思う、うん、私の中ではそうか、楽
ただ暗いと思われたんだなと思って、うん、私むしろ救いなんだよ私の中ではね。うんうん、うん、生きる歌ってでもそうだよね。そうそう、なんかさ、どっかに楽園があるとか、うん、あの、うん、まあ、例えば死にたい死にたいっていう人に対して、生きることって素晴らしいんだからっていうことだけをもうバッと押し付けるっていうことは私できなくて、うん、そうよねって思うわけ。そりゃ死にたいよね、うん、だってこんなに生きるって苦しいもんって。だから多分ひとみはそれを分かってくれてるから私の曲も好きになってくれて、私たちは出会えてはいるんだけれど、いやもうおっしゃる通りね、死は甘美ですよ。だからいかにそこに引っ張られないかという、うん、ところはありますよね。私は私なんですけど、もたさんどういう意味でそう響いたでしょう。死とは甘美であるという、その結局は 100% 全員が迎えるものやんか、うんうん、すごい。あのね、長崎の良海先生というご住職が全くくしくも同じこと、うん、あの生まれた瞬間から死に向かっていらっしゃるとおっしゃってました、うん、はい、そうそうそう、はい、だからそれが早いか遅いかだけだし、うん、でそれを自分で選ぶか選ばないかだけだし、うん、で僕の父親も、うん、7歳の時に病気になって、うん、でそのまま亡くなったんやけど、うんうんうん、まあ当たり前けどもっと生きたかっただろうし、うん、だからそれを今自分が2人分生きてるなという感じで人生を送ってて、お父さん何歳、まあ、父親何歳、ごめんなさい、32歳で亡くなったので、でもとっくに超えたんだね。そう、その超える瞬間千春ちゃんと一緒にいたと思うんやけど、うんうん、もうその32から33になる1年間がすごくね、うん、あ、自分も死ぬんじゃないかなと、その父親が見てない年齢を想像がつかなくて、分かるわ、すごくね、その時なんであれストレスって言うんかな、なんか1年間すごく考えさせられた1年 で父親に向けた曲ももちろんたくさん作ったし、うんうんうん、でもかけらバンクというか僕自身がもう根底にあるテーマがやっぱり命で、うん、そうだね、もう半分以上の曲が父親に向けてた気がするので、うん、失恋の形を持っててもやっぱり父親にそれを向けてたなという20年間なので、うん、なんかあの元谷さん大好きとかいう、うん、すごいいい話してるのにコメントが、コメントが、あ、お前ひとみさんが、うん、ひとみがめっちゃわかるって言ってる、うん、あ、ケンジさんこんばんは、うん、あ、三浦春馬ショックね、それもあったもんね。アスカちゃんがね、やっぱ死にたい消えたいばかり考えてる。アスカちゃんとはかなり長いお付き合いなんですけど、うん、どう思う元谷くんは。ね、20代の頃もう自殺願望がすごく強くて、よく乗り越えた、まあ、それを、うん、ね、やっぱ家庭環境がそういう、うん、自己肯定感を別に養わない家庭だったので、うんうん、僕自身も自信がなく、なんか自信を持つようなこともさせてもらえなかったし、だから自分が音楽に目覚めた19歳の頃も、もうその自分が歌下手なの分かってたので、とにかく路上ライブ行って、うんうん、もう修行のつもりで毎週のように行って、うん、でボイストレーニングも通って、で一つでもなんか自分自信を持たなくちゃこのままやとほんまに自殺を選ぶなっていうぐらい、うんうん、なんかコンプレックスの塊だったので、うんうんうん、でそれでなんとか23の時にオーディションで優勝っていう結果が出て、あ、自分も何か続けていけば自信を持てる結果が残ることがあるんだなということで、うん、音楽の道を本気で目指して、うん、でもやっぱり20代28でようやく状況なんやけど、それまではもう結果がなかなか出なかったので、うん、ずっと自分を責めてるというか、分かる、うん、なんかね感じることあった、うん、そんなにあなたのせいじゃないのにってでさ、うん、それはその今はその自己肯定感を持てる環境じゃなかったとかさ、ちょっと俯瞰して、うん、まあ、昔から俯瞰してすごく自分を見る方だなとは思ってたけど、あれ、うん、資格取られたじゃないですか、そのカウンセラーみたいな、あ、心理カウンセラー2級、そう、うん、だからさ、うん、今くしくも京都に住まわれていて、そして心理カウンセラーも取ってっていうのは、やっぱこう自分のその自己肯定感とか、うん、まあ、生い立ちとか、うん、そういうのってやっぱ影響してる、もちろんそれは影響してて、うんうん、でも音楽に、音楽をやってる人が家族親戚誰一人いないのに、自分が目覚めてギターやって、うん、
でもそこで曲作ったりとか路上ライブしたりっていうのが振り返れば全部カウンセリングだったなと思うので。わかる。あの歌を作ることがこう、うん、そうあの浄化っていうかあれですよね。消化っていうかね、昇る昇る。私さ、ファンの人に私の消化を手伝わせたなって思う。そうなんかそ の, そうあの作業、そうですね、うん、そういう作業を見てもらってる感じよね。なんかね、今ね第2のステージなんですよ、消化作業のな、うん、なんかそう、あのじゃあ例えばさ、そのごめんなさい、うん、ALS の筋萎縮性側索管硬化症の方のその宅食殺人、うん、京都の、うん、そのまあ、尊厳死とか、うん、あと何でしたっけ、尊厳死とか、安楽死、まあ、安楽死とかにつながるとは思うんですけど、うん、そこも含めて、うん、元谷さんはどう思われますか。自分自身がね、そこまで の, その病気での経験はないので、うん、一概には言えないけど、うん、そのまあ、欧米では国によっては法律で安楽死を選べるっていうところもあるし、うんうん、で今回のね、去年の京都の件も、うん、その依頼した方と依頼されたお医者さんとが需要と供給で合致したことによって、うん、まあこのね、うん、安楽死が生まれて、でも法律上ダメなので逮捕されたっていう形になってるので、うんうんうん、そこが難しいところで、ね、あ、まあでもそっか、売春でもそうやね、合致したからいい問題でもないので、やっぱそこが、うん、難しいというか、はい、中上先生が来てくれたことと、あとね、はい、中上先生ありがとうございます。元谷さん、ごめんなさい、元谷さんにコメントがあったら、あ、宮川さんが、うん、私の父も私が22歳、父親が52歳で亡くなりました。今56歳になりますが、うん、52歳の時は元谷さんと同じ感情でした。あ、私はいずれやってくる死に向かって楽しむように生きています。楽しむね。あとメリさん、うん、死にたいとかいなくなりたいと思った時、浮かんだ時何か浮かばないかなって、その歌詞とか死にたいとかいなくなりたいと思った時、だからそれでやってきたんだよね、きっと消化作業っていうか、なんとかね、歌作ると乗り越えられる時もあって、うん、そうですよね。あの森岡のみちゃんが、うん、音楽がカウンセリングにつながるっていうのはよくわかります。でも結局映画も小説も音楽も絵画も芸術と言われるものは大体そこだと思う、うん、人間のタナトスという、エロスとタナトスね、うんうん、性の衝動と死の衝動があって、勉強になる、うん、で人に、まあ、タナトスという衝動があると、はい、夢でいきなりね、こう落ちる夢見たりとかっていう、あれがタナトス でそれを古代から人間は芸術で浄化作業してってカタルシスをしてなんとか乗り越えてきたっていう歴史もあるので、なんか僕らがそれを習ったから やってるわけじゃないのに、うんうんうん、結局は若い時に千春ちゃんも僕も、うん、音楽というものを選んで何か生を乗り越えようとしていることが本能なんだろうなと思う。わかるわかるっていうと、うん、なんかさ、うん、そう、なんでこの話になったかというと、その ALS の患者さんの特色殺人とかを考えた時、うん、おっしゃる通り、今回結構来た感想に安楽死や尊厳死っていうのを法整備してほしいっていう意見もすごくあったんです。だから、うん、つまりは皆さんどこかでこの、うん、まあ、自らの死というものと見つめ合った時に、死にたいわけじゃないけど、うん、あの、うん、なんだろう、まあ、選べる、うん、殺人とか自殺とかとはまた違う法整備をしてほしいと思う人は意外に多いんだなって、うん、思った今回ね。で、うんうん、それでなんか、うん、そう、今第2の作業に入ってるって言ったけど、その、うんうん、その、まあ、例えば今回の問題もそうなんだけど、本当は私この問題に全く触れたくないんですけど、でも、うん、いろいろあってちょっと触れなきゃいけないなっていう状況になったので、うん、皆さんの意見をもらってるんですけど、うん、そのうん、あの死にたいっていう人を否定できない理由としては、うん、
まあ、一つに父親が自殺をしているから死にたいっていう人を否定すると、うん、自分の根幹を否定するようだから、まあ、否定はできない、うん、でも、うん、瞳とかの好きなところは生き切ろうとするところとか、いや当たり前だけど、うん、そのうんそううん、うんごめん、うまく言えないんだけど、でも自分で自ら死を選ぶことを、うん、罪悪感というか、うんうん、現在、うん、宗教的に言うと現在、うんうんうん、っていうことにしとかないと、倫理がそれをしとかないと、社会としては良くない方向に行くだけであって、もともと本能として俺は持ってると思う。あ、死が甘美であるというか、ね、じゃなと一緒で、うん、死にたいという、なぜなら、死の一番ギリギリの生きてる瞬間が人間の一番の幸福らしくて、うん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 、それを確か登山家が言ってたんかな。登山家はなぜ危険な山を登るかっていうのは、ギリギリのこれもしかしたら死ぬかもっていうギリギリの冒険をした時に、うん、生きて帰ってきた時のあの幸福感はもうたまらんらしくて、うんうん、だから死のギリギリの淵にある生が一番の生らしい、うんうんうん、ってことはその境目が人間って一番立ちたいところらしくて、うん、だからそれを否定は別にしなくていいと思う。そうよね。だからみんな、うん、安楽死というかそういうものの法整備が欲しいって思うんだよね、うん、本能的にはね。だからそのギリギリのところにいるから、うん、でそれをしたらたくさんの人がそれを選ぶんじゃないかという怖さもあるってことかもしれんけどね、うん、だからさ死ぬ自由や死ぬ権利はあるんだけど、うん、否定なんか一切しない今話したよね、うんうん、今あなたも元谷さんも言ってくれたようにもうその感情が全部わかるし、うん、だけれども、うん、じゃあ例えばそのうちの父親っていうのがその即死をしなかったの結局即死をしなかったから、うん、そのことによってその人工呼吸器を外すという決断を私と母でしなきゃいけなくなった、うん、そのことっていうのがあの、うん、今でもずっと残るわけよ。命、誰かの命の生き死にに触れるっていうことをしてしまうと、うんうんま、あのもちろん自殺で亡くなっても悲しいんだけど、あげく即死しなかった場合、うん、そこに触れてしまったら、うんまあ、もちろん今あの脳、なんだっけ、脳が停止、脳死、そう脳死とかなったり、うん、あるし、私も全然犯罪者になってないけど、うん、それに関しては法整備はできてるのは知ってるけれども、その、うん、同意してくださいっていうやつね。でも感情としては10代の子供には、うん、その、うん父親の息の根を止めた感覚があるわけよ。それをずっと今でも拭えないわけ、うん、なんかそれが死に触れるってことなんだよね。だから私ずっと死にたいって私ももちろん思ったけど、 それ、うん、そのことによって、うん、単純に家族が悲しむっていうことじゃなくて、その実は私には権利があるようで、一人、たった一人が私の命の権利を持っているわけではないっていう、すごく感じるの、まあ、即死すりゃいいっていう話を今私はしているのではなく、どうなのかわからないじゃないですか。だから、うん、法整備をした方がいいっていうのもすごくよく分かって、うん、結局その ALS の宅食殺人の方はご家族の方がどうし、もう一回娘と目を見て話したかったって、もうおっしゃる通りだなって、うん、でも中にはね、メッセージくれた人の中には家族でどう自分が死ぬか、うん、尊厳死とか安楽死とか家族で一回話し合ったっていうメッセージが来て、もうすごいことだなって、うん、そもそもそれを家族で話せないんだよね、うん、日本ってなんか、うん、多分しないよね、そこまで。やっと就活しようとか言ってるけど、うん、ってなるとやっぱその誰かに自分ちゃんと話し合ってないと、また法整備が整ってないと、うん、多分自由に何人かに一人は、うん、自分の大切な人の命をこの手で命の選択をしなきゃいけないのよ、生かすか生かさないか、うん、でうちに関しては特にその、じゃあ1日100万かかるって言われたら、その人工呼吸器だけじゃなくてもいっぱいついてる管ね、うん、これもしかしたらあと10日生きたかもしれないし1ヶ月生きたかもしれないけど、10日生きりゃ1000万なわけよ。でだから借金を苦に死んでるのに1000万はかけられないっていう、でもまあどっちにしろその
97% 現代の医学では助からないっていう言われてるから、うん、もう助からないことは分かってるんだけど、うん、もうその3、うん、私最初にその先生に言われた時に、じゃあ 3% は生きるってことですかって今でも聞いたの覚えてて、うん、結局 3% なんて生きないってどっかで分かってるけど 3% は生きるってことですかって聞いたことが家族の思いであって、うんうん、でもこういろんな状況が重なって、うん、毎日毎日100万を払えないっていう時に、うん、それを選択しなきゃいけない。だから、うん、うちの母親は尊厳死の会に入ってて、多分もう私たちに2度も3度も命の選択をさせてはいけないって思ってるんだよね。うん、うん、いいよ、ごめんね、まあ、うんうん、いいよ。まあもうまとまらないんだけど、この話に全然触れたくないんだよね、うん、だってまとまらないから、うんうん、まあいろいろあってラジオで触れることになったんだけど、結局なんかすごい悩んで分からなくて、ファンの人にぶん投げるっていう、なんかあのみんな教えてくださいって、うん、ごめんなさい、みんなコメントしてくれてるのに無視しちゃった、なんかすごい来てる、ごめんなさい、なんかいっぱい来てたごめん、いっぱいいっぱいみんな書いてくれてるのに、うん、なんだっけなんだっけ、あ、鎌田さんが苦しんでる人や、うん、悩んでいる人、そうであっても悩んでも苦しんでもいない人、当たり前ですがその人にその人の生き方、人生があるということですねって、うん、そうなのよ、その人に生き方があってその人に人生があるんだけど、果たしてこの命は完全に自分一人のものなのかというのはとても難しい課題があるなって思う。いや別に自分のものじゃないよ。そうだね、なんか自分のものって考えがもう西洋化されてるよ。じゃあ例えばどういうものだと思う？でもさ、だってこの物質自体って何かの塊やんか、体がね、自分で作ったものじゃないし、うんうんうん、地球上にある物質がキューッと固まってここに集まってるだけで、100年後チリチリになってしまうってことは、うんうんうん、私とか僕とか自分っていうものをあたかもあるかのように振る舞うのが西洋的な発想で、東洋仏教ではそれはないって言われてるやん。そうだね、仏教ではね、ない、うん、仏教ではないよ、うん、だからそれが、ちょっと日本人がもともと持ってたのに戦後西洋化されたことによって、戻ろう、そこよ私そう、そうそう、好きな本が少年、うん、老子と少年って本だけど、そこでもね、私とは何かって問うとね、うん、少年が老子に、うん、私は何者でも私なんてないってすごいなんか、うん、バッサリ切る老子がうん、うん、あると思うから苦しむから、そうなんよね、自分なんか悩みすぎた時、自分ではたとそれにもう一回立ち戻る、そういう時に宗教があるんだね、きっとね、うん、他にもごめんなさい、諸岡さん、死を意識することは生を知ること、私も高校時代に信用事故で亡くした時に、うん、死というものがこんなに身近なところにあるのだと思いました、そこから生きることを考えたし、うん、生き方を考えるきっかけになりました、うん、ひとみちゃん、そうなんですよ、元さん、死ねえって生きてるってギリギリのっすってきたひとみが文字でも明るいっていうね、うん、あ、やばい、いかん、吊り橋効果が浮かんだって言う人、あ、宮川さん、人は知らないことの方が多くて、知らないことを知れた時の喜びが幸せなんですよね、若い頃、うん、ある番組で96歳のおばあさんが毎日新しいことに触れることが幸せとニコニコしていた画像が今もう忘れ、わかるわ、うん、じいちゃんばあちゃんの、そう、わかるわ3世代家族、4世代家族の中では当たり前に感じることだったけど、そう、核家族化した現代では死を意識できる機会がなくなっていると思います、人が病で、老いて死に向かうことを受け止める環境が失われるように思います、ゆきさん、拭えるものじゃないです、鎌田さん、諸岡さんに激しく同意です、私も目の前で次々と死にゆく人たちに会いました、闇の中で叫ぶ、助けを呼ぶ声に応えることができませんでした、うん、鎌田さんの話聞きたいな、諸岡さん、死や生をどう捉えるか考える機会をタブー視していることが社会の問題じゃないですかね、そうなんだけど、セックスと死と生きるは全部みんなで話、うん、来週それこそ若者と生で若元屋さんにゲストで来てもらうけど、あ、まあ、ちょっとタブーによって生まれる課題っていうのがあると思うんですよね、今日本では、うん、どう思います？
だからさっき言ったエロスとタナトスね、両方を2週にわたって喋るっていうね、いい番組。ごめんなさい、私が愚痴なばっかりにとっくにいいこと言ってくれてたのに拾いきれなくてすみません。いえいえ、エロスとタナトスね、私両方持ってる、うん、エロスとタナトス、うん、そうか。スイスなどは大野さん、うん、スイスなどは裁判所みたいなところで尊厳者を選択する審査が厳しいです、うん、あ、だけど厳しく、うんうんうん、そう、厳しいのがいいよね、厳しくでも審査があるっていうこともいいよね、うんうん、あ、諸岡さん、法整備しても心の問題は解決しないと思います。そういうことなんです、そういうことなんですよ。法整備があれば救われるわけじゃないです、結局ずっと苛まれます、うん、それが人の命に触れるっていうことだなって。だから一個言えることは、うん、私が思うことは今回の宅食殺人の時にお医者さんが、うん、もう本当に成仏してくださいというか、本当にごめん、本当にありがとう、本当にごめん、本当にありがとう、答えはわからない、僕は正しかったんだろうかと、死ぬまでその生と死を考え続ける、うん、その人の死に触れたということ、うん、お金ももらったということもちょっとハテナマークがつきますが、それよりも心の問題で、その、まあ、そういうと私みたいな同じ立場の人が一生十字架を背負って生きろってお前は言ってるのかって言われると決してそうじゃないんだけど、うん、だけれども、うん、そのもう一方でね、人の死を、うん、の選択を自分がしたという重荷を、うん、ずっと抱えている心なのかどうかに初めて私は罪があるかないかがなんか問えるかなって、まあそれすらもちょっと本当はまだ分かんないんだけど、意味分かります、言ってる意味、うんうんうん、分かります、なんて言うんだろう、本当に正しかったんだろうかって、なんかよし、この人は死にたいって言ってたんだ、殺してあげた、僕は正義だって、ただそれだけ思う人であってあったとしたら、私は初めてそこで私の価値観ではハテナマークがつくんだよね、うんうん、もちろんそれも正義かもしれないけど、なんか諸岡さんが言ってるその法整備をすればいいっていう、うん、じゃないという意見がもし一致だとしたらそういうことかなと思うんだけど、うんうんうん、でも結局はそれって家族であってもお医者さんと患者さんであっても、うんうん、結局人の気持ちがわからないからずっと迷うやろ、その人が死んだ後もあの人はどう思ってたのか、でそのためのお墓というものを作るやろ人間は、うんうんうん、でそれでいちいち、ね、相手が喋らないのにお参りに行って話しかけて、うんうん、でもこう答えてくれてるだろうなって勝手に自分の都合のいい答えを、ね、うんうん、お墓から聞いて、うん、っていうことが人間やるから、うん、コミュニケーションの生き物であって、うん、だから宗教もそうや、神様とのコミュニケーションで、音楽も神との交信から始まってるから、結局は話が通じない人との会話をし続けるっていうことが人生かなとはいつも思ってて、だからそれで、お墓参りを行くことを しない人たちが罰が当たるとかね、とかっていう意味って、それは罰は当たらないかもしれないけど、その人の中で死者であったりとか他者であったりとか、会話ができない人と1年に1回でもいいから会話をする時間を作ることで、人が人間性を回復するというか人間たらしめると思うので、別にお墓参り以外のことをやってたら全然いいんやけど、他者と関わらなくなっていけばいくほどやっぱり人は孤立していく、孤独していく、孤独になっていくから、社会というものが成り立たなくなると思う。だからやっぱ社会問題でもあると思うんだよね、っていうか社会課題、その死にたいっていう人たちを、例えば、まあ、止めることが絶対の正義じゃないにしても、まあ、私は止めることを今してると思ってるんだけれども、別に生きることって素晴らしいよっていうだけじゃなくて、ただそばにいるだけだけど、でもそういう人と出会うか出会わないかで私はやっぱり違うと思うんだよね、その肯定してほしい、まあ、死ぬっていう選択も別に否定せず、だけれどもあなたが今生きている生にはありがたいって、まあとりあえず生きとってっていうそのぐらいは、そんなに私のエゴ、人様の命にね関わっても、とりあえず生きとってくれたら嬉しいなぐらいは、そんなにおこがましくないかなって思うわけ、他者の方にね、できれば生きててほしいと私が言うことはそんなにエゴじゃないかなって、でもそれ以上の関わりはちょっと私はできないけど、その意見もできない、
まあ、難しい。この問題は本当に触れたくない触れといて何なんだけどあ、リコちゃん、チャールちゃんのお父様の死の話初めて聞いた。そうなんです、うん、今夜生まれて初めてしました、元谷さんが受け止めて聞いてくださっているので、うん、チャールちゃんもとても素直な言葉を返していますねと。ありがとうございます、うん、リコさん、鎌田さん、それなんです。悩んでも苦しんでも結局自分なんです。島津さん、ほんまにありがとうございます、うん、アドバイスなんて大きいことじゃないんです。リコちゃん、私の父は癌で68歳で旅立ちましたが、その時にもお寺さんが、お父様は死をもっていかに生きるかを教えてくださいましたと言われたことは、いつも私の歩く道にあります。わかるわ、わかるわ。宮川さん、私は自殺は本人が生ききれなくて自ら死を選んでしまうので、生ききった方がいいなと思います。安楽死は本人に選択がなくて他人がその人の死を決めてしまうので、これも反対かな。ひとみ、正直宅食食宅ごめんなさい、食宅殺人のことは分からんけど分かるんよな、宮川さん、なので尊厳死があった方が残された人にとっても自分にとってもいい選択かなと個人的には思っています。尊厳死っていうのになるんだろうなと。ひとみ、ゆきさん、私は何があっても生きていてほしいと思っているのですが、エゴでしかないのでしょうか。いやいや、全然エゴじゃないとは思うよ。それは、もう自ら命を絶つっていうことももしかしたらエゴかもしれないし、いやいや、生きててくれと子供に思うことも親のエゴかもしれないし、それはもうどちらもがとりあえず生きてっていうのかなって、私はなんか、エゴっていうことはパワーワードすぎましたね。ごめんなさい。はい。はい。エゴを今みんな悪い意味で使ってるから良くないと思う。新しい視点だ。エゴ、うんうん、エゴっていうのは生存欲求やと思うから、うんうんうん、例えばモテたいもエゴだし、うん、社会的に成功したいもエゴだし、うん、みんなに見てほしい承認欲求もエゴだし、うんうん、エゴっていうのを持ってるから、エゴを否定することで余計苦しむやん。こう抑えても出てくるから、これを一生戦うのかっていう話。そうやってもうエゴ、はい、もうエゴエゴって包んであげたらいいんじゃない私ね、自分のことね、承認欲求モンスターって言ってるから、もうみんなに承認してもらいたいモンスターですって、うん、もうそういう自分でそれ自覚してたらね、もうだってそれ、苦しくないから。そう、私それで戦うのがもう、うん、ちょっと自分が死んじゃうからやめたんですけど、うんね、承認されたい自分がいるっていうことをもう認めて、もうだって自分の顔つけて金出して帰って自分の歌を売ってるんですよ。こんな承認欲求モンスターいない。そう、もうそういうおこがまし、私とあなたはもう承認欲求モンスターです、うんもうみんなにチヤホヤされないとね。そう、モテたいですよね諸岡さん、元谷さん、そうそう、自分ではなく他を意識することが自分を意識して生きることなんですよ。人の生き方を認めることが自分の生き方を認めることになります。そう、すごいよくわかる。初め人を認めることが本当初めて自分も、私は許せるって言ってるんだけどね、うちの留学生たちにね、ママおかしいとか、ママは悪い、変だよとか、ママこうした方がいいよとか言った時に、確かにその酔っ払いすぎるとかいっぱい課題があるんだけど、分かるけどね、疎外に人を責めん方がいいよ、帰ってくるしね、人を許すと自分を許せるよっていう、なんて言ったらね、それは都合が良すぎるってよくうちの旦那には言われるけど、確かにそうですねって言いながら、そう、他の生き方、あ、中上先生もね、旦那様を癌で亡くされてるんだけど、生きていてほしかったと思います、いろんな方に、そして私の主人にもって中上先生もおっしゃってる。自傷と自損と尊厳死は全く別のことではないでしょうか。そうなんですよね、そうなんです、全く別だと頭で分かる部分とは、心で切り離せない部分とっていうところにまだ多分私の課題があると私は思っています、あ、涼海先生、子供をお風呂に入れて帰ってきました、お帰りなさいなんと涼海先生の話をほとんど仕切りましたつってやばい、あっという間に 9時には息子迎えに来ますったのに22分になってしまいました、逆に、ありがとうございますということで、来週は若者と性ということで、群馬県にあります佐藤病院の経営企画室の福田さゆりさんをゲストに迎えてですね、若者の性の相談を聞くっていう、気軽に聞けるようなものだから、タブーになってるよねって先ほど本田さんも言ってたけど、そのことによって生まれる
まあ、課題、例えば今コロナの自粛期間中に親御さんの目の届かないところで予期せぬ妊娠をしてしまうということも今起きていて、まあ、あのそのそこから、こう広がって枝、なんていうの、まあ、あと薬によって流産する、その薬を薬局で買えるようにするかしないかっていう論争も今ちょっと起きてて、まあ、そこまでお話しするかどうかは分からないんですが、本当につい最近若者の性、若者と性、若者の性の悩みを気軽に聞ける SNS で聞けるようにっていうサイトを立ち上げたばっかりなんですね、福田さゆりさんが、なので そのサイトを立ち上げた理由と若者と性、まあ、日本のがタブー視している性で、まあ、いければコロナ期間中の予期せぬ妊娠、またその堕胎の薬をこう今論争が上がってるってところまでもし聞けたら聞こうかなと思っているので、視聴者の皆さんも、そして元谷さんもちょっと一度その、まあ、性についてちょっと考えて、また来週皆さんとお話しできたらなと思います、だって少子化って言われてるのに1年間で18万件中絶があるってことは、少子化っていうことは子供はできてるはずよね。そうですね、日本人が子供いらないとかね、子供ができてないじゃなくて、子供欲しくないってことになってるから、これは何だろうなっていうことを話したい。最後、もう正直元谷さんから出た問題定義もですね、皆さん一度1週間考えてみてもらえたらと思います、ということで、今まで歌作りでね出てもらっただけだったんですけど、皆さん気づいたと思いますが、元谷さん話好きですしかも素晴らしい、やっぱ心理師のね、心理カウンセラーの資格を持ってるんでね、聞き上手でもありますので、来週また元谷さんに聞きたいこともあれば皆さん考えてきてくださいということで、元谷君初のゲストコメンテーター2週にわたってになりますが、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。来週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さん、ということでおやすみなさい。ありがとうございました。また来週。また来週。